東京学芸大学出身なんですけど、単語帳とかやってないんですよ。だから本番あの数値 A ではなく数値1の方を全部4番で本番まで出てる。マジっすか。4番多くないですか。先手で9割から6割まで本番落ちちゃう。アホなんで私立の閉館受けてなかったんですよ。始まりました。もちろん、さあ今回ですね、清水先生に教えていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、本当に2年やって全然会ってないっていう、はい、そうですね、この動画が実は初めてほぼ喋るみたいな感じなんですよね。実はお茶の水、はい、本校のですね、はい、校舎長でございます。以上やらせていただいてます。総本山にいるってことですよね。はい、そうですね、まあ、本部業務もやりつつ、はい、っていう感じなんですが、まあ、武田塾チャンネルにもね出ていらっしゃるんですけど、一体何者なのかっていうのですね、確かにちょっと聞いていきたいなと思っております。はい、はい、お願いします。まず勉強自体は得意だったんですか。はい、なんとも微妙なレベルの受験生だったなって振り返って思いますね。おいおい、めっちゃ難関大目指してたわけでもないし、はい、めちゃめちゃ勉強ができないわけでもないしみたいな、うんうんうん、っていう立ち位置だったかなとは振り返って思いますね。そうですね、大学も、まあ、公開してますもんね。あ、そうですね、東京学芸大学出身なんですけど、もともと日本史の教員を目指してたので、はい、もう学芸大でいいからみたいな、ちょっと安易な志望校選択をして目指した感じですね。うんうん、そうなんです、学芸大の日本史ということで、はい、調べてみたら、まあ、東進の荒牧先生とかですね、はい、淀見の佐藤幸男先生とか、はい、学芸大で世界史先生やってるんですね。はい、そうですね、結構学芸大出身の有名人はちょこちょこ各業界、まあ、特に教育業界ですかね、いたりはするんですけど、やっぱり教育の総本山が学芸大ですからね。一応そうですね、ちょっと学芸っていうとなんか芸やるみたいに思ってくれると思うんですけど、そうだよ、芸大と勘違いされるんですよ。ピアノ弾いてたけど小学校勉強だから、そっちじゃないですね。そうなんです、はい、教育ですから、はい、どうやってやってきたのか聞きたいんですけど、高校は発表してますもんね。あ、もうバシバシ言ってるんですけど、うん、都立の青山高校っていうところに高校受験の時はちょっと頑張って入ったような感じですかね。そこからもう日本史の先生になりたいなと思ってたんですか。そうですね、もう高2ぐらいから思って、はい、もうだから志望校を迷う時間もなかった。なんか日本史使ってできる職業ってなんだろう、うんうん、教える仕事かな、まあ、じゃあ教員かな、学芸大かなみたいな、うんうん、感じでもう2年生からポンポンと決めてたわけですね。はい、ちょっと数3はやりたくないという感じで逃げてたところもあるんですけど。じゃあ入試どうだったのかちょっとね、はい、聞いていきたいんですけど、はい、で英語とか何使って勉強しましたか。基本的に学芸大2次は僕の場合日本史教科で、まあ、当時センター試験がほぼほぼ、はい、全てそこで決まってしまうみたいな感じだったので、はいはい、英語は実はあんまり勉強してないんですよ。そうなんですね、はい、高校受験の時に結構一番英語が得意科目 で、入試の時も高校内で多分一桁ぐらいに入ってたんですけど、うんうん、なんでもうやらなくてあんまいいかなみたいな。単語帳とかやってないんですよ。だから単語帳やってないんですね。はい、武田塾で勤めてるくせに、はい、はいはい、単語帳を真面目に覚えたことがほぼないという。へ真似しないでほしいですけど、まあ、センターだけですからね。センターだけですから、センターだけ、はい、推測でいけるレベルまでだったからできた荒技って感じなんですね。そうだったんですね。じゃあもう普通に学校の勉強だけでってことですか。そうですね、まあ、いわゆる小見えの文章をわーって読んだりとか、はいはいはい、あとはまあセンター過去問をダーって解いたりとかっていうので、まあ、英語は本当最低限の乗り切った感じですかね。じゃあもう過去問って感じで参考書とかをやってたの。参考書で本当に英語の参考書でやった記憶がないんですよ。学校は即単シリーズ配られてたんですけど、はいはいはい、まあ、まあ好きじゃなかったので、学校の単語テストのためだけに勉強するみたいな感じで、受験としてはそんなに仕上げてないですね。そうだったんですね。はい、じゃあ国語とかどうしたか。国語もそんなに参考書って参考書やってなくて、はい、まあ、ただ現代文とかも20年分ぐらいセンター試験の科目がブワーッと解きまくるみたいな、はい、こっちも荒治療でやってた感じですね。そうだったんですね。はい、原文は結構いけた感じですか。原文結構得意で、うん、もうほぼ満点近く取れたかなというふうに記憶してます。古文漢文はこっちなんですよね。漢文はちょっと学校の教材とか使ってやったら、まあ、割と安定して取れたんですけど、うん、古文はもうね時間なかったんで、僕受験勉強スタートしたのが大体高3の9月とかなんですよ。そんなに遅い。何やってんだって感じなんですけど、もうちょっと古文間に合わないかなと思って古文は捨てました。そうだったんですね。はい、古文を捨てる、まあまあまあセンターの古文難しいですからね。はい、全部4番本番も塗ってるんでしょ。マジっすか。マジです、これは嘘じゃないです。全部4番塗った。はい、その4は統計で出したんですか。4が一番なんかね、4が多い気がしたんですよ。高3の僕は模試で1回33点ぐらい取れたことがあって、すごい。これ勉強するより4番って言った方が早いやんけみたいな、ちょっとずる賢い発想でやったら本番賢いのかどうか。まあちゃんとやればねもっと稼げるんですけど、そのちゃんとやる時間がないなと判断したので、はい、本番4でどうだったんですか。20点ちょいでした。でもそれでも取れてるんですね。原文と漢文満点取るちょっと戦略で150いくじゃないですか、はい、であと20詰めれば170なんで、まあいいかなとは思って、
ってたら漢文はちょっとこけました。ありがとうございます。ダメだったんだ。まあまあそうですね、それで8割弱ぐらいだったんで、まあいいかなっていうところ。ああ、まあそれでも8割弱取ってます、ね。まあ、そうですね。まあ、それはだって古文に全く時間使わないわけですからね、はい、そうですね、まあ、なんで時間がない理系の人とかは真似する可能性はちょっとあるかなっていう。3つの大問のうち、ちなみに4を導き出したのは、はい、その模試だけなんですか、いや過去問やってなんですか。え、なんか4番多くないですか。知らないです。オブン4番多い説知らないです、はい、まあ、勝手な主観なんでちゃんと統計取ったら分かんないですけど、はい、1とか2じゃないかな、なんか4にして外れたらしょうがないかなと思ってました。真似しないでください。そうです、ちゃんと勉強してください。はい、ダメです、それで死んだら話にならないですから。そうですね。そんなことは、はい、でも数学もやったわけですね。数学、そうですね、センターまでは使ってましたね、まあ、得意科目ではなかったんで、まあ、1A80、2B60 ぐらいとか取ればまあ差し支えないかなとは思ってたんですけど、うんうん、模試とかではだいたいそれぐらい取れて、取れちゃうね、はい、ただ本番あの数 1A ではなく数1の方を30分くらいまで解いているという。あららら、いますね。それ毎年いますよね。はい、学校に数名いる、その数名になってしまった。うわ、書いたことのない汗をかきました。それ途中でやっぱ気づいたわけですね、はい、気づきました。数1が終わらないんですよ、はいはい、確率が出てこないみたいな。ああ、なるほどなるほど、俺おかしいぞってなってよく見た、数1解いとるみたいな。まだ半分だったので、はいはい、あれですけど、まあ、でも数1の、まあ、被ってる問題あったんで、うんうん、そこだけちょっと塗り直してたら終わりましたね。そうだったんですね。そうです、38点とかして。爆死ですね。爆死ですね。理科科目はどうしたんですか。理科科目はあの僕の年から理科基礎の年だったんですよ、2015年の入試で、ね、はいはいはい、なので理科基礎は結構稼ぐ想定でした。センプレとか9割とか全然超えてたんですけど、うん、なるほど、これも、ね、はい、まあ、僕らは違うんでね、あの基礎じゃない、はい、世代が科学 1B、 僕と高田先生のところに線引きがあって、て中森先生と僕の動画出した時に、はい、なんでお前ら基礎受けてないんだろう、ね、文系の、まあ、それはない進化点なんでね、はい、まあ、ただ理科基礎もこれちょっとね、ただ受験生として甘かっただけなんですけど、はいはい、センプレ9割から6割まで本番落ちちゃいました、すごい、何が起きたんだっていう。でも日本史はできてますよね、当然。日本史はまあ85点だったんですよ、結果言うと、はいはい、ただ一番得意科目なんで、そうですね、満点取んなきゃダメだろみたいなところがズドーンって感じでしたね。だって二次試験それね、満点軍団みたいなのがいるわけじゃないですか。社会オタクみたいなのしか来ないですから。それじゃあすごいディスアドバンテージを背負っていったわけなんです、ね、そうですね、まあ、原車の方が高いっていうバランスになってしまって、あららららら、はい、覚えてます、センターどれぐらい取って、あの合計でちょっともうその数 1A の点数が衝撃すぎて、はい、あの合計の方忘れちゃったんですけど、多分8割乗ってないぐらい、100点台だったかなって記憶してるんですけど、まあでもそっか、学芸大だと結構やばい、はい、やばいっすね。でももう出したわけですね。出しましたね、最後の戦いとして判定はまあ D 判定の状態で突っ込みましたね。いいのはまあ戦いに行ったわけですね、はい、そうですね、いいじゃなくてよかったらみたいな。いいじゃなくてもポジティブ勝負に行くわけです、はい、日本史はどう勉強したんですか。日本史は一番得意科目だったし、そもそもがもう小学生の頃から日本史とか好きだったんで、はいはい、なんか効率のいい勉強っていうか、もうただただ教科書、ノート、図説、あと極める日本史 B とかよく使ってたんですけど、はいはい、そういうのをもうゴリッゴリ覚えてましたね、うんうん、まあ、センター前はちょっとセーブしてたんですけど、うんうん、センター終わってからもう40日間日本史しかやってないみたいな。そうですよね、感じ でも好きだからできますよね、はい、それ。そうですね、だからその時は別に全く苦ではなかったですね、うん、論述やったんですか。ほぼ論述、記述、まあ混ざったような感じで、士官多座が本番かけなくて超悔しかった。士官多座感じ感じが、それはめっちゃ覚えてますね。これ倫理にも出るんで僕やってます。面白い、面白いです、まあ、ちょっと特殊な大学ではあるんですけど、なんでキャラの濃い人がいっぱい集まってくるところであるかなと、うん、本番どうだったんですか、論述。士官多座は書けなかったけど、士官多座以外は全部解けたと思います。おそらくですけど、士官多座、はい、だって枠すごい少ないじゃないですか。そうですね、人数自体はもう学科で80人とかだったかな、はいはい、ぐらいだと思うんですけど、倍率でもね、その時ねあんま2倍ぐらいとか言ってなかった気がするんですよ、ね、あ、そうなんですね、はい、あの結構大学嫌い穴場なんですよ、なんか、まあ、学科によりますけどね、狙ってみてはいかがでしょうか。なのでそういったちょっと幸運もありつつ、うん、ギリ現役合格でいけたという、あんまり真似してほしくない受験戦略ですね、うん、だからでももう本番はどうですか、緊張しました、2次緊張しましたね。アホなんで私立の閉館受けてなかったんですよ。一つもはい、なんでバチクソに緊張しましたただまあちゃんと勉強してたんで、解ければ解けたんで、解き始めてからはめっちゃ楽しかったですし、楽しんで解けたわけですね。そうですね、ニヤニヤしながら解きました。ニヤニヤしながら、やばいやつらの集まりだしトーイックとか解くときニヤニヤしない、しないしないしないですか全然しない余裕余裕つってしないです、全くちょっと真面目にもうトーイックめっちゃむずいですか最近。あ、そうですね、めちゃめちゃむずいんで、まあ、そういう感じで合格を重
勝ち取ったわけですね、はい、そうですね。僕ら一体何を話してたんですかねあの参考にならない受験経験でまあでもあの時間がない人がいかにだか勘どころを抑えて捨てるとこ捨ててみたいな戦略は結構アドバイスできるかなっていうふうには武田塾の受験相談とかしても思いますね。効率よくっていう感じですね、はい、結構ねあのがっつりしっかり組み立ててやる話とか結構武田塾チャンネルとかでもやってるんですけど、もうザ滑り込みみたいなザ滑り込み感じなのでちょっと文化祭遊びすぎちゃったみたいな人はちょっと参考にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。まあ、これからね夏で、まあ、部活引退してとかっていう人増えてくると思うんでね、はい、気づいてたら夏休み終わってたんですよそう本当そうなっちゃうと思いますよ。そうなっちゃうよ本当に、はい、ちゃんとね勉強した方がいいですよ、うん、マジで、はい、そんな清水先生なんですが、まあ、今ね竹田塾チャンネルにも出ていらっしゃいまして、はい、見てみてください、はい、見てくださいってありますので次回はですねいわゆるその学芸大の生活ですね、はい、どういう学生生活を送ってきて、そして、はい、なぜ竹田塾に入る。だって竹田塾生じゃないですもんね。竹田塾生じゃ全然ないですよ。受験生の時知らなかったですもん竹田塾とか。ですよね、はい、それも不思議だと思うんで、はい、いわゆるもうほら高田先生とかだったらそうですね、もう申し子みたいな感じですからね。ハマってたし、はい、いわゆる山火先生とか塾生ですし、ね、伊関先生とかもそうですね、はい、塾生ですけど、はい、全く知らないところから外の人なんで外の人が一体なぜ竹田塾を知って竹田塾に入るのかっていうのもね、はい、そこも聞いてみたいと思いますね。はいはい、お茶の水本校、ね、受験相談来てください、はい、あのオンラインでもやってる、はい、オンラインもやってます。全国からでもね入ってきます。うちは国たちです。そうですね、はい、中央線の仲間、中央線の仲間そうね、学芸の講師いますからね。あ、確かにそうですね、そっちの方なんでぜひぜひ見てみてください、はいはい、今回は清水先生一体どんな受験生活やってきたのかを聞きました、はい、参考になったかは不明ですがまあ勉強した方がいいってことです、はい、ぜひぜひ正しい勉強はねチャンネルの方で喋ってみて、はい、見てください、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。